アレゲニー天文台はアメリカ合衆国の天文台であるピッツバーグ大学の物理学、天文学部門の施設となっている。施設はアメリカの歴史遺産登録制度に登録されている。1859年2月15日に現在はピッツバーグに合併されたアレゲニー氏にアレゲニー望遠鏡協会と自称した裕福な工場経営者グループによって設立された。当初は 研究目的ではなく公的教育のために設立されたが、1867年頃には用途が変わっていきその後、ペンシルベニア西部大学、後のピッツバーグ大学に寄付された。大学は天文台帳にサミュエル・ラングレーを雇い、ラングレーの指導で太陽黒点の研究を始めた。ラングレーは極めて精緻な黒点のスケッチを残した。 1883年11月18日から北アメリカの鉄道標準時間の時報をカナダ、アメリカの鉄道に電信で報ずる業務を始めた。東部標準時の正午を報じ、大陸を横断する鉄道は時刻表の時間を同期させた。この日が北、アメリカで標準時間が初めて使われるようになった日である。時報の業務から得られる収入で、 ラングレーの給料と研究予算をまかなった。1920年にアメリカ海軍天文台が無料で標準時間の時報を報じるようになるまでアルゲニー天文台の時報業務は続けられた。1900年から新しい天文台への建て替えが始まり t e ビールクビストの設計の建物は1912年に完成した。ピッツバーグのダウンタウンの北4マイルのところに建てられた。 L 型の建物には、図書室、行動、実験室などがあり、望遠鏡が収納された三つの半球状のドームがある。二つは研究に使われ、一つは教育と公開展示に使われている。アレゲニー天文台の有名な研究者には、ジェームズ・キーラーやジョン・ブレイシアがいる。前の天文台施設は売却され、個人などの用途に使われた。現在は、 太陽系外惑星の研究が行われている。一天文学の方法により、マルチチャネルアストラメトリックフォータマターを使って6ヶ月ごとに2回、観測する恒星と最も近くに見える恒星の位置を測定し、観測する恒星の見えない番星の重力による位置のふらつきを観測し、番星の存在や番星の質量を観測しようとするものである。何千という写真観測結果があり、 それらを使った形外惑星の研究も行われている。ありがとうございます。